防衛会議は日本の観光庁の一つであり、防衛省の特別の機関である。防衛省に設置される特別の機関の一つである。2009年6月3日に交付された防衛省設置法等の一部を改正する法律が同年8月1日に施行されたことを受け、同法第1条により改正された防衛省設置法第19条の2に基づき設置された。 防衛会議は防衛大臣の求めに応じて防衛省の所証事務に関する基本的方針を審議するにあたり防衛省全体の検知から必要があると認めるときに審議する。防衛会議の前身は防衛参事官制度であるが防衛参事官制度は構成委員が防衛官僚の官房長と局長等のみであったため軍艦統制の弊害の象徴をされてきた。 この弊害を打破し、文官の防衛官僚と武官の自衛官が対等に、文民の防衛大臣を補佐できるように、防衛会議では新たな構成員として、自衛官の統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、情報本部長を参画させている。アバートミニストリー・オーガニゼーション・チャート防衛省、公式サイト、文官統制めぐる混乱を解消へ防衛省、 設置法改正で境外化12条整理目指す。産経新聞2016年6月7日閲覧第186回国会外交防衛委員会第3号参議院2016年6月7日閲覧防衛省設置法 ENAV2016 年6月7日閲覧ありがとうございます。